皆さん、こんにちは。マルシです。というわけで、いよ、四国ゆっくり鉄道旅実況、臨時パート後編、始めていきます。もうすぐ路線変更になる、本町線の片道を全線、撮影しに行きます。後編は、マルシ、未踏の路線ゆえの苦労がありながら、ゴールにたどり着く、という内容です。では、後編スタートです。さて、前回は道後温泉へ戻りに、2006に乗ろうとして終わったので、2006に乗るところから始めます。では、早速乗りましょう。松山市、発車です。お知らせください。
お知らせなければ発車いたします。次は県庁前、県庁前です。二の丸史跡庭園にお越しの方はこちらへお越しください。気をつけてください。お仕事探しは呼ぶ人でいるので、求人情報を集めていただきます。人材派遣の方なら予設総合スタッフまで、お売りの方は窓際のボタンを押してお知らせください。検討前、検討前です。ありがとうございました。検討前です。
にお伺いいたします。松山道です。少し飛ばして、紙一枚です。再度動きますので、再度動きます。紙一枚です。ありがとうございました。紙一枚です。混雑の中、ご乗車お疲れ様でした。終点、道後温泉です。道後温泉、到着です。あまりの寒さに手が震えてやがる。サラダバー。やっと来てくれた、本町線の列車。さあ、これに乗りましょう。道後温泉、発車です。
飛ばして上一幡です。大街道手前です。夜の大街道も大人っぽさがあってなかなか良さそうですね。発車をします。お気をつけください。ドアが閉まります。ホームをライト、横断歩道をライト、青信号を進行ライト、南堀場建前です。ここからはノーカットです。じゃあもう一度一旦停止します。
6丁目、到着です。サラダバー。というわけで、急遽作った本町線パートでしたが、いかがだったでしょうか。いろいろと大変になりながら、最後は無事に目標を達成することができました。これで、なんとマルシ、ワイヨ鉄道の市内電車、全路線制覇したということになります。路線変更前に制覇できて、よかったです。3月からまた、路線が変更されるので、早めに乗りに行きたいですね。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。